電車ですが、時間になりましたので始めてください。はい、本日はご多忙の中、ご来場いただきましてありがとうございました。私、親子の面会交流を実現する全国ネットワークの代表をとります家庭だと申します。よろしくお願いをいたします。今日の進行なんでございますが、お手元のこの窓の横の方をまずお手元に取っていただければと思います。その通りでございます。こちら母親はすべて、当事者でございます。あと私の左におりますのが東大名誉教授、今弁護士でございます河瀬隆夫先生、あと私。今日の進行なんですけれども、冒頭簡単に私の方から趣旨の説明をさせていただきまして、ごすぐに、母親の当事者の皆さんからの体験談の発表ということをさせていただこうと思っています。合わせまして、その後ですね、なぜこういうことが起きるのかというところを半先生の方から補足をいただく、その後質疑応答とこういう形で、進めさせていただければなと、そんなふうに考えております。でめぐっていただきまして、査定の配布資料をお配りしている通りでございます。その他4点目ですね、我々スタッフ後ろに、控えております。ゲームボードフォルダーつけておりますので、何かございましたらお気軽にお声掛けをいただければと思います。で母親のまさに当事者でございますので、撮影会議に含めて、この後ろのページに載せさせていただいております。何にもセンシティブな問題でございますので、撮影するの当事者の顔写真に関しましてはご遠慮いただきますようお願いを申し上げます。で、あと撮影なんですけれども、実は今下の食堂にですね、20名以上の母親当事者が集まっています。で最後にプラカードを持って、撮影する時間を取らさせていただきますので、接種の方はぜひそちらの方で、撮っていただければなと、そんなふうに思います。で、テムシール3枚目ですね、テムシール1とこういうことで3枚目に、それぞれ今登壇している当事者のメンバーがの紹介を簡単に書かさせていただいております。上原先生、こっちです。ここが席です。はい。はい、で、最後、PEP資料2に席次等がございます。ちょっと若干、席が変わったんですけれども、当事者、発表させていただきますので、この方なんだなと、こういうことでご理解いただければと思います。私と丹先生、若干ちょっと変わりまして、今ちょうど参議院議員の梅村美蔵先生が到着されましたので、最後に一言をいただこうかと思っております。それでは簡単に私の方で今回のアンケート結果に関しまして、触れさせていただければと存じます。お手元のパワーポイントの方ですね、ご覧になっていただければと思います。今日はあまり細かい説明、差し上げるつもりございません。どちらかというとお母さんの話を聞いてやっていただきたいと思っています。で、いろいろ書いてありますが、まずですね、親子ネットを簡単にご紹介、一言だけです。我々は当事者団体です。全員が当事者です。子どもとは偉い当事者です。で、皆さんにご理解というかしていただきたいのは、今、子どもと離れて暮らす親っていうのは、父親だというご理解が一緒に強いかもしれませんけれども、実は兵会の会員、3割のお母さんです。このスライドでは、こちらだけ、ご理解をいただければと思います。で、で会見趣旨ですね、DV 防止法改正、リリースメモを書かさせていただきましたが、DV 防止法の改正、今年の昨年11月ですかね、一部報道がなされました。今、内閣府の方では、DV 防止法をどう改正していくかと、目標はこの通常国会というふうに言われております。そこに向かってですね、今回こういう子どもと会えない批判されているお母さん、この問題提起をさせていただいておりまして、
おそらくこの DVD 会社の中に入っていくであろうと、これは最後に私の方からご紹介をさせていただければと思います。で、アンケート結果に関しましてはですね、もう簡単に調査結果、実施要領とかは記載の通りです。いろいろこう流れでいろいろ書かさせていただいておりますが、まあ、私どもがお伝えしたいことを、そのアンケート結果からですね、基本的にテクニカル経緯で一方的な連れ去りであったり、自宅から追い出されたりであったり、そういった合意なくベッドに帰りました。で、結果お子さんと会えなくなっているお母さんというのは、我々の調査で今回のアンケート結果によりますと6割一切ありません。これが調査結果の一点目です。で、もう一つサマリーといたしまして、このお母さんたち、大丈夫なのかというのがサマリー結果の2でございます。全員が心身の不調を発症しまして、74% のお母さんは複数の病気に罹患しているということが明らかになっております。この、まあ、アンケート内容に関しましては、ぜひお配りしているパワーポイントの方法、また後ほどでもご覧になっていただければなと思います。では次のアジェンダ、ぜひお母様方のお話を聞いてやっていただければと思います。1人目、佐藤すみれさん、はい、佐藤さんお願いします。私は夫に長年暴力を受けてきました。結婚当初はそれが DV だとは分からず、男性は怒ったら手が出るものだと思って知ってました。最初は一発殴られるだけだったのが、死ね、俺の人生の邪魔だと言われながら執拗に殴られるようになりました。毎回夫の暴力を絶対治すという言葉を信じましたが、約束は守られず、首を絞められたことで警察に行くことになりました。警察に行くと、夫婦喧嘩を子供の前で見せたことにより全然 DV の加害者にされてしまいました。精神的にも肉体的にも疲れ果て、不眠症になりました。そんな状態になった私を夫は精神不安定者として警察に通報し、私は強制的に入院させられました。精神的疾患がないと診断され、退院許可が出ると夫は病院宛に離婚調停の訴状を送ってきました。その間に子供は夫の実家に連れ去られ、学校は転校させられてしまいました。退院時には自宅の鍵を取り上げられ、サンダル一足と洋服5枚でウィークリーマンションに暮らすことになりました。その後弁護士を探し、自宅の鍵を取り戻し、自宅に戻ると母子手帳や子どものもの全てがなくなっていました。今まで暮らしていた日常がたった数日で一変してしまいました。今はこの引き渡しの審判中ですが、この10ヶ月の間子どもに一切会えません。その上、ママは病気で5年は会えないと子どもに言ってあると相手方弁護士から聞かされました。子供は毎日のように夫から殴られる私を見て、パパ大嫌い、交換してほしいと私に訴えてきていました。子供に愛情もなく、子供には悪いが俺には俺の人生があると言っていた夫が、離婚に有利になるように子供を利用しています。警察も市役所も児童相談所も夫の暴力を認定しているにもかかわらず、連れ去ってしまえば暴力など関係なく、看護の継続性で夫に看護権が決定される裁判所の運用も連れ去りがちを認める要因です。シェルターに入って子供から日常生活を奪って転校させてしまうのがかわいそう、そういう思いで暴力に耐えてきたのに、子供にもこんなひどい思いをさせてしまっています。私たちの願いはただ一つだけです。どうか私たちに愛する子供との穏やかな日々を返してください。
はい、佐藤さんありがとうございました。はい、では、2人目、吉田恵美さんお願いいたします。私は3年前別居中だった夫に当時8歳の子供を連れ去られました。別居していたのも子供を連れ去られる4ヶ月前夫婦喧嘩をし、夫が私の首を絞め引きずり回すなどの暴力を振るい一人で家を出て行ったからです。その後夫に子供を自由に会わせていたら子供を映画に連れて行った後そのまま返さなくなりました。私はすぐ連れ戻しに行くと子供はママといたいと言って号泣していましたが、私は夫、義理の両親、義理の妹に追い返されました。すぐ看護者指定、子供の引き渡しの裁判を申し立てましたが、その後半年間一切子供に会わせてもらえませんでした。その間に子供は私の悪口を吹き込まれ母親疎外に陥りました。毎日ママ大好きと言っていた子供が半年後一切会っていないのにママ怖いというようになっていました。そして面会交流調停を申し立て第三者機関の監視付きで月1回2時間の面会交流が決まりました。1年後現状問題なく暮らしているということで夫が看護者に指定されました。夫が看護者に指定された後の初めての面会交流で私は子供におばさんと呼ばれ、離婚したら他人だからもうママじゃない、ママが僕を欲しいのは養育費が欲しいからだと言われました。その後子供が会いたくないと言っていると言われ面会交流を拒否され、現在まで2年近く全く会えていません。以前のママ大好きと言っていた息子はもう二度と戻ってこないのだと思うと絶望しかありません。こんな連れ去った者勝ちがまかり通る司法は絶対に許せません。子供にとって母親も父親もどちらも大事です。だから私は夫が子供を置いて家を出て行った後も父親は大事だと思い自由に会わせていました。なぜ別居中の面会交流に乗じて子供を連れ去り母親に会わせないようにしている夫に親権が与えられ自由に子供を会わせていた私が親権を奪われるのか理解できません。私は夫と同居中は身体的 DV を受け、別居後も子供を連れ去られ、現在まで子供に全く会わせてもらえないという精神的 DV を受け続けています。ある日突然子供を連れ去られ、全く子供に会えなくなる。世の中にこれ以上ひどい DV があるでしょうか。DV 加害者から子供を連れて逃げた DV 被害者だけ助けるのではなく、DV 加害者に子供を連れ去られた DV 被害者も助けてください。また子供に会わせてもらえないという DV を受け続けている被害者も助けてください。はい、吉田さんありがとうございました。3人目、です、葉山彩さんお願いいたします。私が仕事で不在中のある日突然本当に子供を連れ去られ、私は子供との生活を一瞬にして奪われました。母親なのに子供の成長を見届けることができなくなりました。夫に子供を連れ去られてからすぐに私は子供を取り戻すため家庭裁判所に看護者指定の審判を申し立てました。この審判の継続中に夫はある事件で逮捕されました。この逮捕により拘留され、夫が子供を看護できなくなったため私は子供を引き取りたいと代理人を通して夫に申し入れました。しかし夫からは身柄が解放されるまでの間は夫の両親が看護をするという連絡を受け、私は夫が拘留されていた10日間一度も子供に会うことができませんでした。当時まだ離婚もしておらず、私は親権者であったにもかかわらずです。交流終了後夫は略式起訴となり前科者となりました。しかし裁判所による看護者指定の審判では同居中のこの看護状況は同等である、どちらが主たる看護者とは言えない、夫は逮捕及び起訴されたが
現時点ではこの生活状況に特段の問題はないと判断され、夫がこの看護者に指定されました。幸い面会交流は毎週子どもに会うことを認められ、コロナ禍による緊急事態宣言下であっても子どもと会うことはできていました。その後夫とは離婚訴訟となり、和解離婚が成立しました。判決前に裁判官から、親権者は看護者に指定された夫とするとの心証開示があったため、私は夫を親権者とする代わりに面会交流を今まで通り毎週実施するという条件で合意しました。しかし離婚成立後、和解で合意した面会交流は全く実施されなくなり、現在子供には会えておりません。訴訟中に面会交流が実施されていたのは、元夫が親権を獲得するための裁判所へのアピールだったのでしょう。また離婚訴訟での尋問で、夫は連れ去った理由を有利に離婚するために弁護士から助言を受けたと供述していました。このようなことがまかり通っているのが現在の家庭裁判所です。子供を連れ去られて以降、私は元夫にいつ子供と引き離されるかと怯え、離婚が成立し親権を失った現在は一層元夫の支配下にいるように感じます。はい、加山さんありがとうございました。当事者として最後、宇津木みどりさんにご発表をいただきたいと思います。宇津木さんが少しお母さんの声を代弁してと、こう個人の体験に加えて、そのあたりのお母様の声とこういうことも代弁してお話しいただこうと思います。では宇津木さんお願いします。私は3人の子供がいた母親です。10年以上夫の肉体的暴力と精神的暴力、さらに不倫に耐え続けてきました。子供と引き離され、5年もの間全く会うことができません。現在夫はそんな私から子供を奪っておきながら、子供を義母に預けて面倒を見ず、不倫相手と同棲しています。私たち母親当事者は同居時から夫から身体的暴力、精神的暴力を受け続けました。その上、子供と引き離され、連れ去られるという身を引き裂かれるような、さらに辛い経験をしています。これ以上ひどい暴力はないと思います。私が受けてきたどんな DV よりも子供と引き離されることはとても辛いことです。母親であっても子供と引き離され、一緒に暮らしていないと警察も DV 被害者支援を謳う弁護士さんも裁判所も、またどの行政機関も私たちを助けてくれません。それどころか裁判所は先に子供を連れ去った方の味方をします。昨日まで手をつなぎ、ご飯を作り食べさせ、一緒に笑い合っていた子供を母親のもとに取り戻すことはできません。取り戻すことをしてくれません。取り戻せないだけではなく、ひどい場合には直接会うことも認められません。私も子供と引き離され5年もの間、全く子供に会うことができません。アンケートに答えてくれた母親当事者の中にも、長い間我が子に会えず苦しんでいる人たちが大勢います。子供を連れて逃げられた DV 被害者の方々には、別居によって夫の支配から夫から離れることができるため、私からしたらとても羨ましいと思います。私たちのように子供と引き離された母親は、別居後も夫の支配から逃れることができず、我が子を利用され、さらに辛い支配と暴力が永遠に続きます。裁判所は連れ去り罰を容認し、適正な判断をしてくれないため、夫の支配から逃れるために子供を諦めるしかありません。しかし母親としてその決断は絶対にできません。子供に会えない苦痛に耐えきれず命を絶ってしまう母親もいます。私たちのように子供と引き離され会えない母親は、
別居の夫の支配が続きます。子供の引き離し、連れ去りは母親にとって最も辛い TV です。 TV 防止法改正にあたってはどうか 私たちのような自らの意思関係なく我が子と話せて話せ花我が子と離れて暮らさなければならなくなった母親の存在も TV 被害者に加えてください。どうか私たちのような存在があることを知ってください。私たちのような存在を助けていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、吉木さんありがとうございました。はい、いろいろとあの家庭裁判所、司法の現場、いろんなことが起きています。なぜこういうことが起きるのかとこういうことに関して、少し丹先生に補足をいただければと思います。では丹先生お願いします。丹先生です。ちょっとあの今日説明を用意しました。で、かなり空白が多いので少し補いながら話していただきます。今大変重いお話を伺って、私は日々そういう接せられた被害者を弁護して法廷で戦っているんですが、本当に嫌になってしまうぐらい現実は厳しい戦いです。相手方と戦っているというよりも裁判所と戦っていると、そういう感覚で戦っています。で、それは私はアメリカで7年ぐらい教えたというのした経験がありますので、そうした豊富な外国の知識をもとに日本がいかにガラパゴスどころか本当に今の中の為替以下であるという認識を持っていて、なんとか日本が現在のグローバルな基準にというふうに近づく。やはり子どもの権利というのは普遍的な人権なので、ただ外国がやっているということではなくて、私たちとしては子どもの権利を守るという観点から日本の現状を変えていかなきゃいけないというのが私の信念であります。で、今日はこういう形でタイトルを書きましたように、まず第一に母子引き離しが生じるというということから入っていきたいと思います。全体して8分ですから短くなりますが、まず基本的には本来ですね、仮に夫婦が別れるとしても、別れる時点でじゃあこれからどういう形で、夫婦が一緒に住まなくなるんだけれども、お父さんお母さんとして子供を育てていったらいいのかということを話し合ったり、あるいは話し合いができなければ裁判で決めて別れる、これが本来の言い方なんですね。ところが日本はその元々の発想がこの協議離婚を前提として、当事者が自分でこの離婚後のことも決めて、そして届けろというのが原則で、だから裁判所はなかなか関与してくれなかったわけです。で、それはずっと尾を引いていて、今でもこの夫婦が例えば昔は子連れ別居って言ったんですが、子供連れて別居したりしても、それは単なる離婚に至る過程の中の夫婦の親権争いである。これはそういう形で最高裁の平成6年の有名な判決がそういう形で言っています。そういう発想ですから、共同親権下であっても夫婦が一方が子供を連れ去って、そして別れてもそれは構わない、裁判所は関与しないという対象を明確に平成6年に出しています。で、それはずっと尾を引いているわけです。そしてしかしその形で連れ去りが起きると、何が起きるかというと、連れ去りは必ず切り離しを伴います。なぜならばですね、この連れ去った直後に合わせればいい、これは外国だと私よく知っているアメリカなんですが、必ず2週間以内には必ず子供に会えるようにします。それも定期的な宿泊面会を実現します。その裁判所は命じるわけですが、日本はこれ今申し立てても、特に最近すごく家庭裁判所を混んでいて、期日が早いのは2ヶ月先、それからゆっくり調停とか言ってして1年2年あっという間に経ってしまう。そうすると基本的には連れ去った方に子供を看護されている限り、子供は弱いものだから、どうしても現状を変える力がないんですよ、子供には。またそんなそのたまにしか会いに来てくれない、あれそもそも会いに来てくれない子供に、親にですね、いくら子供は心の中で慕っていたって、それに耐えることはできないわけですね。そうすると子供はいつの間にかもうこれでいいという形で現状に打開妥協していきます。そうするとですね、裁判所は片方で
この連れ去りをする形で放任していながら、そしてまたその後の切り離しなくても非常に対応が遅くて、そしてその間に子どもはそういう形でもういいこれでという形になってきた、その段階で調査官が調査に行ってですね、子どもの心情と言いますけど、子どもの心情を確認します。そうすると、今でいいとかですね、お母さんに、まあ、会いたいかどうかもよくわからない、はっきり言わないような形になってしまうと、裁判所はそれ以上踏み込まないんですね。そして現状肯定で今の私たちがお話したような形で、そして肯定してしまうという形が起きてきます。そしてこれには制度側の要因も入ってまして、でそういう形でこの、をさらに親に拍車かけるような住所を取得する、あるいは子どもが連れ去られたところに子どもと何とか会いたいと、父と会いたいと行くところで警察が出てきてですね、そしてストーカー的な形で お母さんであってお父さんであって逮捕するという形で落としながら追い返しています。そしてまた今のような形で調査官は調査しますけれども、調査官は私たちは判断できませんと言うんです。そして同居中こうであった、そして制裁の経緯はこうであったと言ってもですね、それはお互いがそれぞれの言い分があるので、私はそれを判断できませんと調査官が言うんですね。調停もそうです、私たちは中立的ですからと言ってですね、そして何ができるかというと、調査官はその制裁された親は子供に会えませんので、調査官だけが特権的に子供に会えるんですね。それで子供に会って今のような形で子供の意思、あるいは縁に、それではこの心情と言いますけど、それを聞いてきてですね、子供は現状に、まあ、肯定しているという形で言うと、申し訳程度にじゃあ月1回1時間か2時間会うというだけの提言をして終わるという形になっています。でこうした今日は DV との関係があるわけですが、こうした状況に対してじゃあ DV がどう関わってくるのかというとですね、やはり基本的にはこの別れる夫婦、特に別れたいと積極的に別れたいという方はですね、別れた後配偶者と会いたくないという気持ちだと思うんですね。そしてしかも完全に別れたい、そうすると自分は子供を取って別れたい、そうすると子供に会いに来る配偶者というのはできるだけ遠ざけたいという形の意思が働いてきます。で日本の裁判所はこうした配偶者の、というかそれはこう連れて別れた人とですね、意思を尊重するんですね。でそこにも一応の論理が、どういう論理を言うかというとですね、やはり子供を看護している人が、やはり子供を気持ちよく看護できなければ子供にとっても良くないという形でですね、だからそういう子供を手元に置いている親の意向に逆らうようなことは裁判所はしないという状況であります。そしてもう一つは、これは日本の裁判所は完全な怠慢なんですが、日本の裁判官ご存じのようにですね、一人の家庭裁判所の裁判官が10ぐらいの調停を同時並行して持っています。だから裁判官は調停なんか顔出さないんですね。自分の部屋にいて今日はどうでしたということでずっと聞いて、じゃあ次はこうやってくださいと、そうで終わり、それを延々とやっているものですから、一つ裁判官は10ぐらいの事件を同時にやっている。だから一つの事件について何も顔に入ってこないわけですね。でそういう状況の中で完全に調査学を調停員の責任しているという状況の審理が行われています。ですから本当に一件一件の中で本当にどうしたらいいのだろうか、つまり夫婦の間の争いじゃないわけですよね。看護は子供をどうするか、子供の視点で考えなきゃいけないのに、子供の視点を考えるものが裁判所の中にいないというのが日本の決定的な問題状況であります。で、なんかもう一つ日本のこれの伝統的な考え方として、まあよく言えば母子一体、あるいは母性神話という形で言いますが、やっぱりお母さんが本当に子供を可愛がる、そして子供のためには自分の全てを投げ押すという、そういう母性神話がずっと日本社会を支配してきました。なの でもう一つ日本の支配してきたのは家父長制なんです。やっぱ子供は家に属するものなんです。だから家を出たものはもう子供と別れるという感じ、この2つがずっと日本のこういった家具の問題を決めてきました。でそうしますと、この今のような形で本来お母さんというかその親と子供とはですね、実は法律家の目で言うと母子一体じゃなくて利益相反なんですね。
だってお母さん、あるいはお父さん、子供を連れ去った時に、子供の幸せはもう一人のお父さんやお母さんと嫌う相手方とも親子の関係を続けたい、慕っているというのがあってもですね、それを認めないわけですから、完全の母子相反なんですね。ところが日本の破産手続きの中では、そうした親子の母子相反というか、利益相反と法律的に言いますが、利益相反については全くの配慮をしないという形でやっています。で、そういう状況の中で、じゃあ DV がどう変わっていくのか。で、それに対しては、やはりこの、もうこれを退けて別れたい、そして子供にも会わせたくないという時に、DV ほど便利な言葉はない。で、今日は、この後すぐ今日の話をしますけれども、多くはこう連れ去った後で必ず DV を言ってきます。もう 99% 言ってもいいぐらいです。そしてそれを手助けするのが総務省の住居規制、住民票規制で、そして一切住居を明らかにしない、みんな匿名化してしまいます。で、時には全くどこ行ったかわからないために、裁判や調停すら起こすことができない状況もあります。それぐらい、この住居規制は DV 保護法よりももっと過酷な状況になっています。そしてまた子供に何とかたどり着いて会いに行くと警察が追い払うという状況です。で、これに対して、じゃあどういうふうに考えていったらいいんだろうかということですが、DV については、一つ、私はこういうことをこれからずっと主張していこうと思う、現場の裁判の中で思いますが、それはですね、やっぱりこの子供っていうのは、先ほどの利益相反ということを考えると、やっぱり子供は、このお母さんや、まあ、お父さんの連れ去った方が否定する相手がでも、父親なし、母親に対しても、本当にその中で一体感を持っている。だって持つべきだと思うんですね。だって一度半分を受けてるわけですし、それまで通われてもらったわけですから。そうしますとですね、もし連れ去った方が、その人をこの面前で完全に してしまったら、子供の中にすごい同一性の混乱が生じてくると思うんですね。で、私はこれこそ最大の面前暴力だと思うんです。子供が本当に慕っている人をですね、あんなくだらない人間に会うな、あるいはダメな人間に暴力をやるというような形で、そして子供に怖いと言わせる。そして子供は怖いと言うかもしれないけども、心の中で本当は自分を考えてくれた親を裏切ったという気持ちがずっと残るんだと思うんですね。だから私はそういう方になった子供というのはですね、アメリカの研究なんか見ると、非常に多く思春期で自分が異性と付き合ったり、あるいは家族を持とうとしたりするときにですね、多くそういう悩みを抱えてしまってですね、顕著に、はっきり顕著にですね、何回もできるかもしれませんが、精神疾患だとかですね、心理障害になるというのが統計的に、というか、心理学の研究の中で明らかになっています。やはり子供の心の中に辛い背景を残したんだろうと思うんですね。で、そして最後に今日の話で、本当に逆に DV 被害者がまた同時に連れ去られるという状況に対してどう考えるべきかということで、これ親子ネットの方では、そういう連れ去る事態をこの DV として認定すべきであるというご主張で、私もこれは比較的新しい議論で、あまりこれまで充実してないんですが、確かに子どもを親が育てる、世話をするというのはですね、憲法で言えば13条の幸福追求権なんですね。やっぱり子どもって可愛いし、子どもを育てることに自分も育っていくわけですから、それを奪うということはですね、非常に重大な権利侵害なんですね。だから、暴力は肉体的痛みを感じる、心を傷つけるようなことを言うと同じぐらいですね、その人に対してですね、この一番何よりも自分の人生の大きな生きがいと感じている子育ての権利を奪ってしまうことは、私はもう端的に暴力だと思います。だからそれを DV だというのは当然だと思うんですね。だから今回、そのモラハラとかうんぬんとかということを夫婦間の問題で言ってますけれども、やはりその中にこういった視点を出ることは、私としてはすごく大切だと思っています。で、最後に、じゃあ DV 被害者として、当時連れ去られたときにどうしたらいいんだろうかという問題なんですが、やはり、まあ、今日お母さんの話で、お父さんも確かに女の人がですね、女性が子供を連れ去って、そしてお前、貧乏男だって言ってですね、会わせてくれないというのは、本当にすごく辛いと思います。最近はみんな、お父さんもみんな子供を可愛がって育ってきますから、
私は一番最初の頃、私の妻と出会った頃、妻が ある家庭裁判所で調停した時にですね、当時何て言ったかというとですね、調停先というように10ぐらい分かれてやって、座って最後に今日どうだったって言うんです。その時に言った言葉で、もう妻は消えてたんですが、その子供の裁判官が何て言ったかというと、男の不正にそんな別れた子供のこととか何か言ってたんですよ。妻は非常にびっくりして、その裁判所の意識の遅れに驚いたということがありますけれども、まあ、さすがにそこまではないんですけれども、どうしてもやはり、その裁判官の中に、本当にそういう問題の深刻さに対して目を向けてない裁判官が非常に多いと思います。で、そして DV 被害者、女性が DV 被害者だったときに、やはり DV 被害者だと、その子供を連れ去ることに抵抗する力が弱いんですよね。先ほどの話だとありましたように。だから時には、もう別れたんだったら子供を置いて出ろっていう形でですね、仲間を追い出すような形で離婚してしまう。そしてまた子供を連れ去られた後、今度弁護士が取ったり、いろんな方に叩こうと思っているんですけど、圧倒的に経済力が違うんですね。そうしますと、やはり経済的に戦う力はないものだから、一層困難な状況があるという状況だと思います。はい、丹先生ありがとうございました。ちょっと時間がかなり押しましたので、ここで、質問をお受けする時間を、はい、今のアンケートのサマリーですと、母親の 60% の子供と会えなくなって母親の多くが疲れているという数字が出ているんですけれども、まずこういうアンケートを行うのが初めてなのかということと、あとこの、まあ、数字をどう受け止めているのか、例えば初めて調査したのであれば、そこよりもいいとか、というふうに受け止めているかということと、もう一つですね、DV 防止法改正で現状がどう変わってほしいと考えているのかといったところとか、あと改正法、今、先生がおっしゃった、連れ去り自体をですね、DV に認定ほしい、してほしいというふうに考えているのかというところについて伺いますか。まず、このアンケートは実は2回目です。1年半ほど前にやっております。そのと結果的に、そんなに変わった数字は出てきていません。で、この数字自体はですね、我々やっぱり肌感覚としてありますので、まあ、おそらく6割半分以上が得ないんだろうな、その数字は合っています。男性も女性も大体同じ率です。で、6割会えないっていうのは、要は裁判所で命令が出ても、審判が出ても、簡単に放置するんですよ。法律で言うと、面会交流、権利性っていうんですけれども、まあ、そこはないからだと、こんなふうに感じています。で、ちょっと後半のですね、DV防止法に関して、どう我々は考えているかといいますと、これ、本当はすみません、最後にお見せしようと思ったんですが、実はこの2020年1月14日に、我々内閣府の方に呼ばれまして、ここで意見を申し述べています。連れ去りという表現が出まして、連れ去りも当然そうなんですけれども、長期に及ぶ親子の引き離しです。これが精神的 DV に当たるということが、私どもが内閣府に対して、申し上げたことでございます。で、その過程も先に話してしまいますと、実はその昨年12月、前のスライドですね、これはある2年目の総会で、内閣府に来ていただきました。ちょっと同様のお話をさせていただきました。当時の答弁、内閣府の答弁と、子供を連れ去られ心身にダメージを受ける、基本的には精神的 DV に当たる可能性がある。こういう答弁を、これ男女共同参画局の林局長が答弁をなされています。まあ、今後、まあ、これをより具体的にと、こういうことで内閣府の議論が、まあ、これ今後も進んでいくと思いますので、ぜひメディアの皆さんにも注視いただきたい、こんなふうに考えています。振り急ぎ、こんなところですみません。先ほど、1年半前にどのような準備するのか、はい、具体的な数字って今分かりますか、60%。昨年は 55% でした。分かりました。管理者さんは以上ですので、管理者さんお願いいたします。
はい、お願いいたします。私から簡潔に申し上げます。日本はですね、こういうふう面会交流の支援というものに関して、公的な機関がございません。今こういう共同養育と共同看護を住んでいる国では、面会交流支援機関というものがあります。で、特にその身体的暴力であるとか、児童虐待とか、そういうケースにおいては、例えばこのオーストラリアの例ですけど、ちゃんと一軒家なんですね。で、一軒家があって、お父さんが入る家がこっち、お母さんが入る家がこっち、で、引き渡して、そこできちんと親子の時間を過ごす。こういうものが当然、国民ワイドが来て、きちんと制度化されております。で、今現状ですね、法務省の方がようやくガイドラインが出まして、ご存知か分かりませんが、今、民法改正ということで、家族構成の検討がなされています。で、その中には、当然のことながら、こういう親子の交流を進めるためには、法的な担保を抑えることだから、こういう支援機関の法的な位置づけをしっかりする。で、そこに対して、国費を投入する。このような方向で、今、検討がなされていると。そのように、私も、個人的に個人の任務をやっておりますので、今、そのような議論で、今、検討が進んでいるところでございます。少し関西先生から。DV と面会交流については、決定的にアメリカと日本と違うのは、日本では DV か面会交流かみたいな択一的な形で、面会交流を進めると、DV 保護におろそかになるという形で、多くの、反対派が声を上げているわけです。だけど私は両方見ている中で、アメリカでは DV 保護を日本よりはるかに徹底しています。で、同時にまた面会交流もやっています。どう違うのかって、例えば一つ非常に分かりやすい例で、これ、実は議連でもちょっとこの間、2日前に話したんですが、例えばですね、夜、例えばなんか夫婦喧嘩あって、そして向こうちょっとみんな気分を感じたような場合だったとしますと、警察を呼ぶわけですね、警察飛んできます。そして話を聞いてですね、それで警察がこれは引き離さなきゃいけないと思うと、警察だけはできるんですが、警察が24時間待機の裁判官がいるんです、当番制で。でそこに電話するんです。そう裁判官話を聞いて分かった。じゃあ緊急の保護命令出すから、じゃあその例えば夫が暴力してた夫を退出させろとか、あるいはそのホテルに入れろとかですね、そういう指示を与えます。ただし条件なんですね。2週間以内に、まあ人生ちょっと若干短い場合もあるし、だから去年2週間なんですが、の間にもうすぐに弁護士をつけて、2週間後に法廷で、これが本当にそのこのパーマネントな保護命令を出す必要があるかどうかを信じてくれと。でそれができなければもう2週間で効力終わったらいいんですね。でそういう形で非常に迅速な対応をしています。そして同時に逆に面会交流についても非常に重要で、で子供がある時にそういう DV が起きると、その2週間後のその期日で必ず面会交流の審判も同時にします。即決でやるんです。そしてじゃあ分かった、これもし2週間後の期日でただ3ヶ月間で話すと待機命令出すとしたらですね、じゃあその間の面会交流どうするか。そして今話があったようにこの DV があったか、あるいは DV 保護命令が出たから面会交流させないということは取らないって明らかに裁判の形に言います。そしてですね、その代わり安全確保には注意払うと。でそれも様々なので、いつもいつもそういう FPIC みたいな公的な第三者機関である必要はなくて、例えば引き渡しの時だけ、例えば誰かがお兄さんとか親戚でもいいんですが付き添うという形で引き渡しさえ確保されてきれば、あるいはよくアメリカではマクドナルドで引き渡すとかいうこともあります。あるいは警察で引き渡すこともあるんですが、
そういう形で引き渡しさえすれば直接交わせることもないので、なかなか面会交流を2人でさせるということをやっています。それを同時にやっているところが非常に強いです。だからこの連れ去りが、あの外国がその日も連れ去りは禁止されているんですが、それだけじゃなくて切り離しがないんですね。必ず2週間後には必ずお父さんとお母さんが会える。しかもそれも原則として宿泊付きで会ってたんです。なので今日お話しあったような形で連れ去られた後、子供と会えなくなって親を失うというのは非常に日本で少なかった。はい、おっしゃるです。はい、はい、どうぞお願いします。山本さん、毎日新聞山本と言います。貴重な話ありがとうございました。お話を聞いてきて、どういうふうに考える整理すればどういうかと思って尋ねするんですけれども、あの当事者の皆さんのお話からすると、裁判所はその継続性の原則を非常に重視する運用をしているんだということが、まあ、すべてのケースに込めて共通して言えることだなと思った一方で、今後この DV 防止法の見直しの中で、こういったその継続性の原則につながる長期の引き離し行為というのが一方で DV というふうに定義される可能性が出てきます。こうなった場合、現行の民法上これをどういうふうに、まあ、相反する継続性の原則イコール精神的 DV であるというふうに、その法改正を起こしていくことになるとすれば、リズムとして長期の引き離し行為というのは、例えば親権とか監護権を決める上でどういうふうに判断されるようになるのか、またその家族法の見直しの中でこういった部分についてどういうふうに整理されるべきなのか、この辺りについてご意見。はい、お答え申し上げます。どちらかというと今いただいた質問は、民法改正に近しい方かなと思っています。 DV 防止法でじゃあ引き離しが DV になりましたと、じゃあそれによってよくこう言われます。それによって会えるんですか。多分それだけだと会えるようにならないと思います。でしたがって、やはり関係省庁、こう内閣府、あと法務省、最高裁含めた、こういうことは、まあ、子ども視点でまずいけないと、こういうことをきちんとこう理念で歌った上 で、具体的には今議論に上がっておりますのは、別居の規律ですね。別居の際に、きちんとこうちょっと説明すると楽になるんですが、法定別居という考え方を決めましょうと、こういう考え方が一つです。あともう一つはですね、こういう理由がなく長期の引き離し行為、嫌がらせ行為をした場合には、これ海外では当たり前です。親権監護権を剥奪する、制限をかける、そういう方向で、民法も合わせて紐解いていくものであろうと、そのふうに私としては理解しています。それを考えるために一つは、私は最近積極的にその連れ去りの違法性が顕著な事例では、積極的に裁判官にそのこれは不法行為なんだという形で主張して、損害賠償を取った事件もあるんですね。でもう一つ、実は私が進めたいのは、不法な連れ去りがあったときに連れ去りを無効化したい。つまり連れ去って連れ去りがちになればですね、たかが50万100万払ったって連れ去ってきます。で一番いいのはですね、連れ去ったら連れ去りを無効にする。それの、ね、判例は実はハーグにあるんですね。ハーグは連れ去った後、子供がちゃんと適切に看護されているかどうかという現状肯定は絶対しないんです。あくまでも連れ去りが不法であれば子供を返せる、これがハーグの本当の趣旨なんですね。実際多くのハーグの事件は日本も国際的な場ではですね、かなりそれに近い運用をしているんです。だから、いくらで、まあ、私は子供を日本で幸せに暮らしていますと言ってもですね、それはハーグの案件ではないというふうに切るんですね。そういう形で、そして子供を返す。返した後で、そちらの方で改めて、どちらに子供が住んだら幸せか、看護者の問題を争ってくれというふうにやるんですね。これが連れ去りの無効化と言われているものなんですね。そういう連れ去りの無効化が行われれば、連れ去りは起きてこないんです。また連れ去りがそういう無効化を現実に返すことが困難であれば、裁判官に思考実験で、もしこれ連れ去らなかったらどうなんだろうと、ちょうどお母さん方の話を見てね、もし
連れ去らずに、その時点でもし子どもの看護師を決めるとしたら、本当に連れ去ったことを話せするんですかということをですね、真剣に考えてほしいんです。そうすれば答えがノーと出てくるケースが非常に多いと思うんですね。それを裁判所やらない、はっきり怠慢だと私は思っているんです。はい、そろそろ時間かと思いますが、すみません、の時間が来ましたので、はい、あとは個別で。そうですね、最後、ちょっと撮影の時間と、最後、このスライドに載せております、共同役審議連、上村瑞穂参議院、事務局副理事長をお願いしております。ちょっと簡単に一言で最後お願いいたします。上村先生、お願いします。皆様、本日はありがとうございます。参議院議員の上村瑞穂と申します。先ほど武田会長からご紹介いただきましたように、超党派の共同養育支援議員連盟、というものがございまして、こちらは柴山雅彦会長の下で、子どもの権利に照らしまして、母親と父親から子どもが引き離されない権利、こちら子どもの権利条約の9条に挙がっておりますけれども、子どもの権利としてこの共同養育というのは大変重要であろうという理念の下で、親と子どもの絆を断絶してはいけないという趣旨で活動させていただいております。今日は、母親当事者の皆様にお集まりいただきましたけれども、同様に父親当事者の皆様も大変な苦しみの中で頑張っていらっしゃいます。この連れ去りというのは何度か出てきますけれども、もともとあった家庭から子どもを連れ去る、で連れ戻しというのはこの別居所帯にあるところから元のところに引き戻すというのを、連れ戻しというわけなんですけれども、刑法の224条ではですね、この連れ去る方というのは、もう、連れ戻しも両方未成年者略取に当たるというふうに言われてはいるんですけれども、それでも実際ですね、ニュースによく出てくるのは、連れ戻しの方で父親ないし母親が逮捕されるというような事件もいろいろと散見されております。で、ここで、議連の方では、両方未成年者略取というのはもともとの決め事ですよねというのを確認をしたりもしているんですけれども、この DV の被害者がこれ以上被害に遭うんではないかと懸念される声も大変よく分かっております。ですので議連の方ではこれから DV 対策もしっかりやっていかなくてはいけないねということで、さまざまな有識者の皆様からご意見を頂戴していく、対策を考えていくということも検討しております。そもそもこの問題がなぜ起こるか、DV 対策が日本全く追いついていないからだというふうに思っております。 DV 法改正案が出てくるやに聞いておりますけれども、そもそも例えば田中先生がおっしゃったようにですね、アメリカではファミリージャスティスセンター方式であったりとか、国際的に見るとイスタンブール条約であるとか、そういった抜本的な DV 対策というのが行われております。日本というのは弱者が逃げ惑う社会、加害者がそのままの生活を送れる社会と思います。これはハラスメントでもそうです。会社で何かハラスメントがあって心を病んで退職する方がいる、いじめもそうです。いじめられた子が転校しなくてはいけない、加害者はそのまま学校にいることができます。こういった弱者が逃げ惑う社会を許しているというこの根本のところが問題なのではないかというふうに思っております。本日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。では最後撮影の時間を取りますので、すいません、お母さんの皆さん、ご利用ください。どうぞどうぞ。